おい霊夢。昨日西方の魔窟を回るとき芝ドラの火力を動画に撮ってこいという約束覚えてるよな。覚えてるよ。おかげで周回スピードが遅くなっちゃったよ。それはすまんな。実はお前に知っておいてもらいたい事実があるんだ。最大倍率144倍を誇るラードラと、お前が使っている芝ドラの火力差についてだ。結果はどうだったの？まずはお前の取ってきたデータから見てみよう。まずは花火からだ。雪村の火力にだけ注目しろ。293万、6050だね。次は卵とじだ。火力に差があるから注目しろ。落ち込んのっちゃってるよ。この際しょうがない結果は。408万、6200だね。次は列を含めた8コンボだ。意外なことがわかるからよく見ておけ。318万、9350、あれコンボ数は多いのに火力が出ない？ここからが本題だ。お前には火の3列族に言うサンドイッチ、ミルフィーユをやってもらったわけなんだが。頑張ったよ。実はこれが盤面でできる最大火力なんだ。434万、7700だね。次の動画を見るとお前驚くぜ。これは今朝撮ったラードラの動画なんだが、オールドロップチェンジだと闇ドロップが欲しい数揃わなかったので、調整した盤面だ。今から闇の2ウェイと全色決めて64倍事実上144倍出すからよく見ておけ。注目するところは闇カーリーだぜ。落ち込んも来たよ。それは問題じゃねえ。272万、2624あ、あれ？どういうことなの、マリサ。実は育成不足とはいえレベルマックスのカーリーなんだが、状況次第ではシバドラパの方が火力が出るんだ。何を言い出すかと思えばそんなことか。何？確かに火力差には驚いたけどラードラには強化もエンハンスもかかってないんだよね。プラスを振ればもっと火力は出るはずだし。それ以前にインドラ以外バインドされないんだよ。それがお前の結論か。しかしな霊夢、今度の極限の闘技場ではそうもいかないんだよ。11フロアでプレドラっていうモンスターがいてな。聞いた話だと防御力1000万らしい。いやつか、毒とかのスキル持ちを連れていかなきゃお前じゃ攻略はできないぜ。そうなると他のメンバー一人外さなくてはならない。スキル依存のお前には酷な話だぞ。それなら知ってるよ。なんでだ。実はこっそり闘技場に行ってきて。様子を見ていたら、たった一発でやられちゃったんだよね。攻略サイトを見ずに行くからそうなるんだ。よし、こうなったら明日始まる竹三日月の超地獄級に、初見ラードラで攻略してもらう。ちょとマリサさん。負けてもいいが勝て、いいな。言葉が矛盾しているよ。今のお前に多くは期待できんだろ。これは最大の譲歩だ。慣れているシバドラからいきなりラードラなんて、やってやるー。やってやるー。そうか期待しているぜ。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。また見てくださいねー。うんがくっく。再参加よ。